最下位なんですよ俺。どうしちゃったんですか。いやちょっと今日本気出さないとまずいね。今日本気出さないと何やってんの。俺チバリをチバリっていう。ああ、いいじゃないですか。すやりますか。うん、儲けたんだけど、はい、ちょっと違うな。そんなやれる気がしないんで。はい、どうすかな。ただ番号次第だよね。まあそうっすね、結構遅いの引いちゃうとかなり限られてきそうですよね。すげえな。なんだよ、ビビっちゃって喋れねえよ。そう、なんだおめえ。いや向こうが困ってるんですよ。ロードウォリアーズみてえじゃねえかよ。ロードウォリアーズの髪型だけ取っとけよ。もうちょっと、もうすげえよ、取っとけ取っとけ、ほらほら。あんま巻き込まないでくださいよ。だってもし俺ここコンビやったら俺真ん中反るもんね。逆に反るもん。あって っていう話をしたら、なんと新日のパンツだよ。きたね、今日プロレス好きが集まってるからね。いいっすね、なんかこのいいね、この空間いいっすね。いいね。誰が好きなの。俺この間ツーショット撮ったからね。急に自慢するから。ここはもう大丈夫です。いやもうダメです、あのカメラマンさんがないと判断するんで。もうこれ使える尺ないですよ。もう出てこないです。全然赤いランプ消えないんで。すいませんでした。もう出てこないです。はい、すいません、お願いします。いきます。130番です。でもーす。おい、え。あまりものに服が、さすがっすね。あまりものに服がありました。えぐくないですか。俺一番最後だったんですよね。何年ぶりだろう俺こんなに人数いて一番って。今日は何かあるな。ありますね。ただ不思議なのは、だいたいあの我々が一番引くとざわつくじゃないですか、パーが。ああ、何にも疑われてなかったっす。あいつらが一番引こうが別にあんま影響ねえわみたいな感じですよね。ちょっとロードウォリアーズどっか行ってあげようかな。いやなんか1っていうのは、はい、初めちょっと荷が重いかなと思ったんですけど、悪くないですね。これだけ人数いる中の一番ですからね、悪くないですね。ちょっと今斉藤勇樹の気持ちが分かりました。ただプレッシャー大きいですよ、やっぱね。一番背番号1はこれで負けたらおめえ何やってんだって話になっちゃいますからね。いや、ゆうちゃんの気持ちがちょっとやっと分かりました。本当ここですよね、ここの辺りですよね。バジェスキスナ、マドマギツ、パンチョスリーで、ここですね、因縁のチバリオ。ただちょっと考えてる機種はあります。お、あれにしようかなっていうのが、ただ打ったことがないんで、嵐くんに横に投げてもらうかなって。130番の嵐くんが私横に座れるかどうかですね。そこが一番ネックですね。はい、今狙いは絞りました。あの機種いきます。で一気にまくりを狙いたいと思います。以上開始します。一番のゲストは、はい、なんで半笑いなんですか。なんで俺が一番半笑いなんで。ありがとうございます。わあ、壮観だな、この誰もいない島はさ、縛りをどんどんどんと3列ありますが、姉もね、せいやで、バイオがあって、寝台のガンツもある。まあデビルもありますが、一発逆転狙う実行者結果、あ、これにしようかな。窓紛の新編ですね。お願いします。初実施っす。割とまばらな。あれどこですか。今さね、
本気じゃないですか。本気だよ。どっち前でいいよ。じゃあちょっと選びます、うん、どれも一夜目になってる。はいはいはい。あ、埋まっちゃった。あ、埋まっちゃった。まさかの選択でしたね。俺初打ちなんだけど。大丈夫です。あの、俺結構打ってますから。あ、本当？はい、じゃあ結構やられてますから。え、いい選択ですよ。だから決戦の時がやってまいりました。いやもう本当に最終戦白熱の戦いですよ、これは。ですね、はい、さあ最下位が落ちるということで現在順位をお願いします、はい、発表させていただきます。1位は、まあ、1位はヤルオ君でございます。2位がバッチ君でございます。は、なんで枚数言わない。枚数言ってきます。じゃあ 1位何枚ですか。ヤルオは1位が1762枚のプラス。おお、なかなかですね、はいはい、で2位がバッチ君で、まあ、356枚、はい、で3位が葵ちゃんで182枚プラスで、4位が私で、マイナス293枚。あ、そこからマイナスに転落。ここからはもう地下の戦いです、はい、で5位が寺井君でマイナス458枚、はい、そして最下位が大先輩、はい、マイナス1932枚ということで。っていうことは、はい、1500枚出したいのか。1500枚出せば寺井君まくりますね。なるほど、はい、プラスにするっていうことで私選んだのは窓まぎの、はい、なんていうんですか、前後編。前後編、前後編。前後半じゃないですね、前後編。だから僕はあの、はい、声で聞いてたんですけど、はい、意外なとこ行きましたね。初打ちですね。初打ち。ただなんでですか。いや、この間なんか特化ゾーンやってくださいってやったんですよ、はい、なんか100枚ずつ乗っていくやつある。救済の祈りじゃないですか、それ。めちゃくちゃいいやつです。はい、それやったら、はい、一気になんか1000枚ぐらい乗ったんですよ。あ、これやりゃいいんだっていう記憶があって、はい、いや、俺一回もやったことないですよ。すげえ打ってますけど。いやでもまあまあ、あの声を聞いてて、あ、今回は本気なんだなって。そうです、もう確実に1500枚プラスにするっていうんで生き残りたいです、ね、はい、もうちょっと待って、千葉はちょっと諦めました。千葉はもう最悪マイナス5000枚ぐらいでミスする可能性ありますからね。いやでも僕も魚拓さんの隣で打とうってちょっと決めてたんですよ、戦略的に、はい、ありがたいですね。なんですか。あの、僕も1100枚ぐらいマイナスしちゃうと寺井君を下回っちゃうんで。あ、なるほど、はい、そうなると最悪僕も降格の可能性あったんで。狙うわ、ビギナーズラックス。ビギナーズラックス。果たして我々生き残ることができるのか。さあ早速実践いきたいと思います。まず何目指すんですか、これは。まあ、魚拓さんの勝利条件だったら、はい、あの前兆中に中段チェリー引ければ必ずフリーズしてその100枚上乗せのループ行くんですよ。前兆中に中段チェリー。中段チェリー。中段チェリー500分の1ぐらいですか。いやいや、1万6000分の1。なかなかな条件ですね。まあ、あとは普通に当たる場合はまずゲームソースね。100ゲーム全員くらいから、まあ、基本前兆始まって、はい、まあ、当たる最初、はい、ここは一応連チャンゾーンみたいになってるんで、まずそれを目指すって感じ。全部 AT なんでしょ。全部 AT で、そのゲーム数とあと何ですか。ゲーム数とあとレア野球での直撃と、はい、あとスイカからのチャンスゾーンで当たるみたいな、その3つのルートです。気持ち悪いな、外線見てな。いや、1000円で19ゲームしかない。それはついてなさすぎるんですよ。一応朝一とかその AT 終了後とかは、はい、もうほとんど設定差なく 20% ぐらいでその連チャンゾーンで100ゲームぐらい当たるんで。なんかこの間誰か打ってんの見てて、はい、すげえ面白そう。いや、これ出てる時の面白さはもう結構群を抜いてると思います。ただ2000枚以上出さなきゃダメだっていう人が打つ大事はないかもしれない。え。いや、これで千葉龍あたりって、はい、するっと3万4万入ったらもうおしまいじゃん。まあ、確かにそうですね。こういう意味ではいいと思います。当たりは全然取れる台なので、この台は。これなんか怒るな。1番は引くし、チャンス役1個も引かねえし、ここまで。あ、やっとスイカ引いた。でも、オカルトですけど、1番引いた日って大体負けません。数がないんだ、サンプルがないんだ。なるほど。俺これ正確こぼしたの。いや、これチャンス目です。チャンス目は何回。チャンス目は初当たり抽選で、一応チャンス目と
から当たる確率にも設定されるんで、まあ広角で引かないとでもめったに当たらないですね。強チェリーと強ベルっていうのが強い。あ、プラス3台全長入ります。内部的なモードもある。モードが一応2つですかね。 ABAB みたいな。でもほぼあのそのレアモードみたいなのにいかないんで、基本はその1つのモードで設定に応じてゲーム数を振り分けてる。これで全長ステージ、はい、赤のソウルジェムまでつかないとあんまり期待度に差はない。ちょっと厳しそうですが、逆にとかってないの？逆にないんですよ。あ、でも悪くはないところには一応行ってます。エンドケースタイトルは当たりますよ。下手そう、これチャンスアップなんで、もう一回チャンスアップすればほぼほぼ当たります。あ、ここはない。あ、当たりますよ先輩。先輩当たります。おい、やばいじゃないですか。4000円当たりました。おーあるな、これあるな。楽しそうで何よりですか。悪いね。いや素晴らしい流れですね。あ、メガ役です。役者でも割と当たるんだよ。おー、チャンス。でも、大体この門が出てくるとダメなの。この門が激方なんですよ。あ、同じとこ行きますね。おー、前方っぽい。チャンス目からかな。チャンス目からっぽいですね。マミさんスタートで、これ何色がつくかでかなり重要です。青なんでリプレイをしてると、まあ、クリア。クリアというか、はい、上の報酬がもらえます。もう絶対上の差もらえるんですよ。リプレイかチャンス目。チャンス目引いたらめちゃくちゃ強いです。悪くない？いや、いいですよ。一応チャンスを引かなくても、外れでここが転倒する可能性があって、外れで転倒した対応役してればレアと同じ抽選受けれるんで、それで一応外れが結構重要なんです。あ、これです、これです。これでリプレイとチャンス目と同じ抽選受けれるんで。あ、まあ、1ゲームだけや。3から5です。なんでこれ今、あ、終わっちゃった。 AK の最終ゲームってレア役を必ず引き戻すんで、ここでリプレイしてるとめちゃくちゃ大きい。なるほど、言ってよ。あ、マミナスじゃないですか。熱いっすよ。レア役でもいいんで普通に競争出るかリプ。あー一応液晶タッチするとセリフ出ます。序盤は注目だよ。一番ダメなやつ。なんだよ。ちょっとわかりました、まあ、これの繰り返しです。なるほど。たまに間違いが起こるわけ。たまに間違いが起こる。これチャンスボン。そろったら AC。 これも赤じゃないとまあ、ほぼ揃わないぐらいの感覚でいける。なんかこれは初代でもあったね。そうですね、初代とこれは全く一緒です。気持ちいい。あー、厳しい。この設定っていうのは単純にハザー台が軽い。めちゃくちゃ軽くなります。あの250を抜けづらくなります。それはゲーム数が優遇されてる。ゲーム数が優遇されてる。一応その100の位が偶数のところがまあチャンスなんですけど、高設定ほど奇数の変なところでゲーム数で当たったりするんで、
じゃあ深いところにも序盤から何度も前進から入れるとなかなか難しいわ。厳しい。逆に6はもう600ゲーム超える割合が 2% ぐらいしかないんで、はあ、だから600いっちゃうとまああってこうかなっていう感じになってます。中断テレビ右で中断テレビ。なるほど。いや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 、いってないですよ。だから一段に引いていけばいいんですよ、右から。じゃあじゃあお願いします。いや、やっちゃいますよ。じゃあ次ここで当たんないとちょっとピンチですね。もう200なんで、いきなり抜けると難しいな。全力かもなと思ってたんですけど、いや、なくはないんで。はまってもらっちゃ困るんですよ。いやいやいや、人の選手なんでここ座ったんすか。いや、だから全力かなと思ってきてるんで、その可能性をさっさと否定されて困るんですよ。左のお姉さんにも頑張ってもらわないと。まあ確かに。でも知ってます、今中断点に引いた右側のお兄さんもう493です。いざとなったら、これサバイバルハンターですけど、はい、これホットムスを行きますから。その時は音もしますよ、俺も。その時にあの寺井君の背中遠くなってる可能性あるんですよ。これ、当たりそうっすよ。全長の流れ悪くないっすよ。もう大丈夫そうっすよ。あ、激アツです。100ゲームのところの選択率って、はい、設定数あるほぼないですね。たまたまですね。で、まあ前代系を期待している女宅さんに、まあちょっと悲しいお知らせがあるんですけど、200抜けます。しょうがない、祭りだ祭り。やっていいですね。よし、ターゲット嵐くんになるな。いやいやいや、まだまだ分かんない。ただ現状も寺井くんは抜きますよ、これが。これ今ワルプルギスの夜が開始金も抽選されてて、それに当たってるかもよっていう現状で、当たってるとまた高設定の期待だ。ちょっと待ってください、俺だけなんかはめられてません。なんか周りの方々みんな調子いいですけど、俺を誘い込んでないですよ、この島に。待て待て、何言ってんの。みんなでプラスにしようって、すごい約束だよ。しっかりして。何でニヤニヤするんですか。ダメでした。おぉ、スローチェリー。スローチェリーはマジカアタック以上確定なんで、はい、いやいやいや、やりますね。いや、俺も本気っすよ。いや、マジやばいぞ、これ。いきます。よしよしよし。ワルプルキッスとか、キスバレないの。いや、よく言われた。まあ、ワルプルキッスって何。いやいや、おかしいじゃん、こうやってて。いや、俺、ワルプルいや、確かにちっちゃい国見えますけど、ワルプルキスの、キスの夜、はい、すいません、間違えました。日本で一番恥ずかしい間違いをしますよね。何が起きてますか。なんか風は出ました。残念なお知らせがまた来てくれました。400も抜けます。ショーがいなくなる未来にかすかに見えてきたんですけど。映画ちゃんです。いらっしゃった。おう、どうしたんですか今日は。俺がイメージキャラクターをやってるコンコルドグループが新店舗をオープンするらしいんだよ。おお、なんかあの愛知県の豊川市になんか建設中らしいですね。あ、そうなんだ。東三河にメガコンコルドが初上陸らしいですよ。そうなんだ。よし、行くか。よっしゃー。吉田さん、まだ建設中らしいですよ。吉田さん、